どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイ始めていきたいと思います。では前回の続きから、始めていくのですが、ハートを4にしてきてスタミナも、1段階上げてますね。では追加でていきます。ちょっとごめんね。違う、そう、あそこにとりあえずあの橋に行ってみようか。ほっ、回復アイテムとかね、いろいろ集めつつ行きたいんだけど、君、そこの君、ちょっとお話しようよ。あんた指導王子でしょ多分。あとね、これからの道のりがね、むちゃくちゃ大変なんだけどね。いけないの？え？おい、そこの君。なんだ、いけたのかい。それでイベント発生すんのね。ここだ。ちゃんとさ、声聞けるのって久しぶりじゃない？ハイラル王以来かな？君だ。君はハイリア人だろ。こっちに来て話を聞いてくれないか。何があったんですか？へい。お、やっぱりハイリア人なんだな。こっから喋んないのね。おっと失礼。俺はシド、ゾーラ族のプリンスだ。君の名は？君の名を聞かせてくれ。リンク、リンクか。いい名だぞ。どっかで聞いたことがある気がするが、とにかくいい名だ。実は少し前からずっと君を見ていたのだ。その身のこなし、全身から漂うただものでないオーラ。リンク、君はハイリア人の強い選手なの。そうですそうですが、自分で言っちゃったりしてね。おお、やっぱりな。これでも俺はゾーラ族の王子、人を見る目には自信があるのだぞ。いいぞ、最高だぞ。俺はずっと探していたのだ、リンクのような強きオーラを放つ男を。今ゾーラの里は水の真珠バルッタによる、大雨で存続の危機に見舞われている。助けてくれ、君の力が必要なんだ。どうかゾーラ族も。はい、いいよ、うん、ありがとうリンク。君はやっぱり俺の思った通りの男だぞ。これでゾーラの里は救われた。早速里に向かってくれ。大雨が降っているせいで崖は濡れて登れないが、ここをまっすぐ道に沿って進んでは里に着くはず。川を遡ることができないハイリア人の君には里まで厳しい道になるだろう。この先にいる電気を使う魔物に苦戦するかもしれないが、頑張ってくれそう、この電気を使う敵っていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。渡すものがあってんだった。はい、何？電気の抵抗力を上げる薬だ。ハイリア人用薬だから、俺たちには効き目が薄かったのが、君には効果があると思うぞ。俺は君の行く先に異変がないか先に行って確認する。では頼んだぞ、任せてください。かっこいいね。しゃあ行きますか。そう、ここね、僕初見でやった時めちゃくちゃトライしまくったのよ。ごめんね。その前に、1個しかもらえないの？回復アイテムがね、意外と少ないんだよね。これでいけるかや。まあ、頑張っていきますか。で、武器もちょっとやばいんだよね。まあ、何か拾いつつ。ああ、なるほどね。待って、5本しかないのやばいな。ほい。ほい。やばい。やばい。で、あんた。ほい。オッケー。ナイスダップー。変えるか。矢がね、矢がないんだよ、全然。持つ、なんだ？お、ルピーだ。ラッキー。1ルピーかい。でかいね、いんな。ゴーゴトカゲ。ほい。こいつらめんどくさいからね。なんもないか。ビリビリだけ。多分これが耐性つけれるようなやつなんだろうけど。そう、ここの道のりがね、なかなか厳しいんだよね。うわ、弓矢使いたくないんだけどな。オタクの、あ、はいはいはい、さっきのやつのあれか。矢がない、矢がちょっと
弓矢がもう足りないって。遠距離攻撃できないじゃん。やばいな、いるねー。ほっ来いよなるべくね。いた、いや、いけるいけるいける。ま、全然全然強くない、全然強くない。マジか、どっちから。ちょっとこっち来いよ。ちょい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 、いや、はいはい、オッケー。あ、ナイス、木の矢もらえるのはでかい。だいぶ違うよね、あれだけで。あ、ナイス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 、補充できるのは熱い。旅人の弓か、お、いいね。これちょっと壊して、ちょ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 、あんた本当に置いて、んー、ドガン、ナイス、リンゴ熱い、いいね。弓はまだいらないから置いて、はい、なんかないっすか。特にないか。オッケー。じゃあ先に進んでいきますか。この先がね、やばいんよね。こっちを。オッケー。いた。はいはい、オッケー。お、木の矢熱い。いいね。多分こっから矢を使うことがたくさんあるんだろうね。だから木の矢が落としてくれると思うんだけど、いんのか、いんのか、いるな。どこだ、ちちちち、あんたらうざいのよ。当たってない、はい、オッケー、はい、オッケー。マジ邪魔。ルピーくれ、ルピー、ナイスー。ルピーを稼ぐ時がないんだよな、全然。さあ、ハートがちょっと回復しておこうか。ハートを回復したい。やだなお前。はい、なに、オッケー。あ、壊れそうじゃん。むっちゃそこのいるやないか。多分流されちゃうんで、今回は取りに行かずと。何もないか。なんだこれ、ん、なんか、お、シドか、はいはいはい。川の中から進まない。強引に誘ったので君が本当に来てくれるのか心配だったんだが、順調のようで安心したぞ。最近の異変以来ここにも魔物が増えている。注意して進んでくれよ。ゾーラ族のみんなが君を待っているぞいや、いい王子だね、うん。なんだあいつみたいな顔すんなって、リンク。さあ、ここからの道のりが厳しいんですよ。結構苦戦した記憶があるからね。何回死ぬのっていうくらいね。ちょっと一回セーブしとく。一回セーブしとこう。何回死んでもいいよね。ここまで戻るのめんどくさいしな。何？ほう。行く。絶対敵いるやん。俺のこと絶対狙ってきたでしょ。そりゃたわけだな、マジで。殺しやねよ。はい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 。はい、やばい、コンボが。オッケー、木の矢熱い。さあ、もっと出てきてくれ。もうちょっと戦いたい。なんだ、うわー熱い、そりゃ熱いでござんすよ。ほー、
なんかあんのかね。わかんねえや。ああ、ハト。多分ハトぶち殺したら、ハト肉みたいなもらえるはず。あれ地図的に、あ、こっちで合ってるか。入られるだけ。いやーやばいな。魔物の巣がある。ちょっとすげえ見にくいんだけどな。うわ、弓矢持ってんじゃんあいつ。めんどくせえな。あいつ一回ぶち殺した方がいいな。やばい、そう、これこれこれ、この、この攻撃、この攻撃やばい。まだ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 、やばい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 。それちょっと待って、それちょっと待って、まずい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 、えぐい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 。ちょっと待てよ。集中していかんとマジでまずい。これ装備するか。炎のやつ買ったとてなんだよな。とりあえず一旦セーブして一旦セーブするでしょ。ここでまず死んじゃうかもしんないからね。ポーチ飲んでいこうか。これで、その矢をエレキガール使っておけばなんとかなるはず。こいつをまず撃ち落として、くそ、はい、オッケーオッケーオッケー、落とした落とした落とした。やばい、いや、リゼルボ。待て、やばい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 、いやすぎる。ちょっと待って、大事に行け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 よ。うわまずいね、これちょっとまずいな。はい、オッケー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 。そうだな。はい、んー、何体の、あと3体バカ。なんだ、あ、よしよし、電気の矢ついぞ。やばいやばい、マジマジマジ、何して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 、おーおーおー、ここやべえだろ。まあそんなに頑張って戦う必要はないんだろうけど、火の矢は熱い。とりあえず水に触れないように、ちょい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 、バカ。ハイラルバス、はいはい、エレキ耐性がついてるとしても、よいしょ、下手くそアイム、オッケーです。違うバカ、あと何体いる、めっちゃいるやん、めっちゃ、ちち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 ち、はい、オッケー。そうだな、もう本当にしっかりと近距離していかないと。で弓矢も耐久アップ、こいつらいらんな。リザルボーが強いんだよな、ね、やっぱり、うん、14あるから。捨てるリザルボーゲット、いったいっていって、やばいやばいやばい、水のとこ行っちゃいかんな、これは。水のとこ行っちゃいかんのは分かったから、なるべくあの矢を取っていきたいな。エレキガードついてるとしたってなんだよな、結局。あと何枚いる？あと3か、あと2か。一撃必殺落として、
あーマジか、近づくか、近距離だなこれになったら。おりおりや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 ー、さあ来いよ、ま、このたわけがよーマジで。オッケー、なんとかここ乗り切ったぜ。よっしゃよっしゃ、弓ポーチャー弓はいいのいっぱい手に入ってからオッケーとして、マックスラディッシュでかい、よっしゃー乗り切った。だとしてもまだ続くと思うからサクッと行きたいよね。雷の矢が欲しいな、結構ね。オッケーオッケー、ナイスナイス、アチーでございますね。よし、では一旦ここで終わっとくか、一旦ここで終わっとくか。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。